始まったとしさんやっほーすっぱちゃんやっほー明日お仕事なのにごめんねこの遅くなってのぶくんやっほーのんちゃんやっほーあっゆうかちゃんこのアイコンならわかるかなわかるーこのアイコンはわかるよのんちゃんねのんちゃんねたかおくんやっほーあーるちゃんやっほーふゆやっほーえー、っとみずほちゃんやっほーたっ たこね,えねえねねねえい、私さ、あなたのことはとてもよく知ってるんですけど、ちょっと名前がね、いまいち読み方がわからない。たるくるみゆちんやっほ、あだな、あだなのやっほ、たつんやっほ。えー、<laughs> どこまで行ったんだトラやっほ、眠れないの行きました。明日もお仕事です。寝落ち配信だよ。 アルちゃん、お茶やっほー。あ、お茶、お茶枠、センキュー。たつーん。たかおくん、俺も明日もお仕事です。でも、私もお仕事なんだよ。かいとくん、やほー。かわいい、ありがとう。にんくん、やほー。ひらくん、お肉、センキュー。 ザオリックさんお肉センキューのんちゃんお茶センキューお茶お茶お茶,お茶センキューお茶センキューンちゃんですじゃあ皆さん私あのずっとね今日やりたいことトツが実はやってもやってみたいのあれどうしたらできるんトツってどうしたらできるん電話のマーク私あのダンテくんの通キをス見よったらえ右の方か右の方にトツ 今日も来たよゆうかちゃんお茶ありがとうなチょスちゃん右の方に電話のマークがあってそれで突できたんよで私悩み相談しちゃった私も悩み相談したい結構人の悩み相談聞くの好きなんか悩むのが好きなんよえっと解決策はって考えるのが結構好きで 設定からできるよ初見ですこんばんはユーチューバー楽しく見てます三点差していただきますありがとうございます皆さんも三点よろしくお願いしますゆうまくんお茶選挙ゆうちんお茶選挙どうしたらいいの明日から仕事がつらいですうんやめよつら <laughs> くない仕事をしよう仕事楽しもうじんくんキャスくん選挙3点ありがとう 設定するには一回配信いけないとそれはさあ,あまあいいよ配信まあ一度くらいなら切ってもいいと思うよで切った後にさどうしたらいいとそれをそ話はそこからだ配信者同士は凸した方がいいんさぞない友達おらん <laughs> すこスコちゃんおしゃせんきゅうたつ酔ってる酔ってない 1な一滴も飲んでないラジオからコラボ設定すればできるよトマおらラモン闇が4月に入社したばっかりなんだああじゃあちょっとまだ楽しさが分からんねちょっとまだうーん今はちょっとはそうだねこれから楽しくなるかもしれんから頑張った方がいいと思うなんだろうな今でも今がつらいんだよね何だろうなそしたら 分からんなでもさあの目標はさ多分いつ,いつかあじゃじゃ好きな仕事にやっぱついたんよねで今は入ったばっかりだけどつらいかもしれんけどいつか楽しくなると思ってやるといいんじゃないかな左下にラジオとか標準とか出てるとこありますよねあるある,ある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 これの何を押せばいいん誰でもコラボとかあるあるある これの何をすればいいのそこタッチしてラジオコラボ2とかあるんですそこタッチして配信始めたら2人だって4人8人のコラボができるんですオッケーありがとう天才ちょっとじゃあやるうんラジオ2かえラジオコラボ配信中にリスナーの方がコラボできるモードです同時に1人だけ参加ができますあちょっと待った私イヤホン持ってないやん イヤホンがいるよね。イヤホンないとなんかハウっとったちょっとイヤホンがちょっとどこですかねイヤホンさんはあちょっとイヤホンさんがあちょっとちょっとイヤホンさんがあちょっと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 イヤホンさんがあちょっとえ イヤホンがなかった。イヤホンが。なかった。リカちゃんお茶千九。ジョウさんお茶千九、ゆうちお茶千九、さちぽちゃんコイン千九。ふゆちゃんお肉千九。諦めたね。ゆうかちゃんとおしゃれ、うん。嬉しい。嬉しい。たかおくんお茶千九。 トークトゥーミーと読みますよく知っていただいた声ですあやっぱ初めてわかった <laughs> めっちゃ前からたぶんこれあのツイッターとかで見てみるけど初めてわかった読み方トークトゥーミーさんねオッケー、えー、売り吉ちゃーんお茶センキュー たかおくんまたお茶せんきゅうるいちゃんお茶せんきゅうよかちゃん山口の宇部市に住んじゃってたことありますよね私宇部市在住です上に住んどったなあ上に住んどった頃彼氏と同棲しとったなあでその後東京たかおくんお茶せんきゅうめるさんせんきゅういやちょっとあの次までにイヤホン探すか買うかしとく やっぱ iPhone4 のイヤホンじゃないといけんよね iPhone4 んなんかねアイフォンの接続のとこだけ変わっとるやつあれホンああいうの嫌あのさなんかさアップル信者いっぱいおるけって言ってさちょっとちょっと調子乗ってないみんなのためを思ってやろうよっていうねまあなんか理由があったのかなゆうかちゃんイヤホンやななんてそうやねんイヤホンは 使ってなないい音楽とか聞か聞ん,ないんあんまりやっぱり外にいる時は外の風を感じたいやんねでも嘘本当はイヤホン聴きながらお散歩するの大好きだったイヤホンするのがめどくさいからイヤホンしてない音楽聴いてないだけ今日のニュ面白そうなニュース今日あったかな <laughs> みんなで今日の面白ニュースを見ようマリンバ サンキューえー、私さっきすごいびっくりしたんやけどカニエル・ウエストさんが大統領出馬みたいなニュースちょっと見たんよや,やばヤかないすごいねだアメリカンドリームってやっぱりきなこちゃんお茶せン BGM かけよう。いや、これあとで YouTube にアーカイブに載せるけたらダメなんよ。BGM かけたら。引っかかるけ。あインスタライブをさ、映えで音楽をかけてやったらさ、その後ね、なんか、バンされた。バンバンっていうか、その、その動画聞かれんかった。知事知事さえ行ったまだ行ってない行かないけん。 明日仕事だけどお昼寝しちゃったから寝ら,寝らない。かわい可愛いかわ <laughs> いいごいかわいいお昼寝しちゃったのかわいいお昼寝しちゃったのかわいいね !YouTube にあげるなら BGM ダメだね。そうなん <laughs> えっと、カラかン大きい。そうだよね。大きいよね。キャスクサンキてる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 。<laughs> あ、びっくりしたよアメリカンドリームすごくないラッパーの方がさ大統領になる時代あの大統領演説ラップで「よっよ俺はアメリカンを変えたいイヤイイヤイヤイヤイ」みたいなめっちゃかっこいいぐらいそんなん見てしまうやん絶対投票するかどうかはまた別として。 俺もお昼寝すぎて眠れないの前世アメリカに住んでたえマジでじゃあ英語喋れるのかなさっきインスタの配信楽しかったです私のファッションショーを見たらえこの中に今日の私の YouTube ライブ見た人おるあその前に皆さん今日の私の YouTube の動画をチェックしてくれましたかしようしよう 見たよありがとう YouTube の動画今日みんな何を食べたか覚えてるビビうメン YouTube2 つ見たらありがとうあなたはなんて優秀なのあだのなちゃん最高坪内さんお茶センキューそう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 今日久しぶりにセカンドチャンネルをね更新したいのなんでかっていうとうちのねみるちゃんがね 1> 1歳になったんですよきなこちゃーんあっち違う違ょちょ待うんさインスタも見たありがとう YouTube も見たね YouTube もしかもメインとセカンド両方チェックしないとダメだよねえメルお誕生日だったんだもんね目まばたきしてる僕のお誕生日動画みんな見てくれた 僕の誕生日動画みんな見てくれた見ないってんだよ僕みんなにおめでとうって言ってくれないとね寂しいよなあ、うん、キャスくんセンキューなんちゃんセンキューお茶おいしいよキャスカンああ暴れてる暴れてるダックが嫌いなうちのわ我が家のキャットです おめでとうわーケーキありがとうまるちゃんセンキュースーパーくんスーパーちゃんスーパーくんケーキセンキューわークラッカーだリカちゃんセンキューめいちゃんおめでとうよかったねみんなからお祝いしてもらえて何しよっかな今日何しよっかな 今、テレビで YouTube 見てるよ。ありがとう私の YouTube 見ている。嬉しい、嬉しい。アカイブって何アカイブは録画ってこと。録画したやつってこと。<laughs> やばい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 。今の顔はやばい。今の顔はやばい。トランプしよう。トランプできない。お風呂から見てる。いいね。私も後で風呂入ろう。あのね、 髪の毛染めた1日目って髪の毛洗っちゃダメなんよで今日さ髪の毛洗うからどんな感じで落ちるかなっていうのが楽しみいやいい正直今ちょっと明るすぎるんよあの街とか歩くのちょっと恥ずかしいんよ工業校美優香ちゃんの動画しかないからランダムで流してるのありがとう愛してる,ーしてるーそうじゃもうちょっと色落ちしてほしいよねちょっといかつすぎるよね街歩いとったら スマホに画面で上でツイキャスした画面でセカンドチャンネル見てますよありがとうたいらちゃん似合ってて可愛いよありがとういやでもいかついめっちゃいかついってこれこれめっちゃいかついよキャメポンあれ本物本物,本物だよピアシャユーカですお大ジャホウボシャユーシャムーシャユーあち,ちゆあむしゃちゃユーシャユーシャユーシャユシャすぐムーシャとユーシャンがごっちゃんなのよね 木下ってさ「さムーないよなんか切ってムって読む感じするやん。で「ゆうか」がちょっと中国の漢字をあの急遽ょつけたんだけどそれが「ゆうしゃん」って読める「ゆうか」に香りで「ゆうしゃん」「ゆうかちゃん可愛いからイカつくないよ」「いやいやイカついってあと目立つ」かなと思ってすごく嫌だ「ひづまりゅうさんに会いたくない」 喉かくすぐ喉かめっちゃよくしゃべるから「ダジャハオっていうのは「みなさんこんにちは」ってこと普通にえー、っと「ニーハオは一人一人の人に対して「ニーハオ、でもいろんな人に言う時は「ダジャはオ。わお多分「わおは皆さんやったと思うんよね こんにちは木下ゆうかですっていうわけですで最近覚えたのがダジャー先生が皆さん見に来てくれてで来館は違う来館音がかダジャ先生皆さんありがとう 来館ンが見に来てくれていつも見に来てくれてあちゃちゃ見,見に来てくれてくれてありがとうってことね大丈夫ですよ、来館ウォン。ケーオッケー中国語勉強してるんですね。うん。中国語と韓国語喋りたいなと思って英語も喋りたい。 ダジャホウォースウ。あ、ほんとダジャホウォースウ。あ、違う違う違う。違う、ウォーシュウはウォースなのよ。ダジャホウ,ウォースーあちいちょいちいウ。ユーシャン。あ、ウォーシュウ。ウォーシュムーシャユーシャン。めっちゃ辛すのインスタント麺食べてるね。いや、そうなんやよ。めっちゃ辛かったっけビビン麺。やばかったよ。私も専門で中国語取ろうかな。え、いくない私中国の人しかも好きないよね。なんかあったかい。なんか、うーん、なんだろうな。 身内にならなければちょっと厳しいかもしれんだけど身内になったらすごく優しいあのめっちゃ面倒を見てくれる裏切らない気がするわかんないけどあんまり、まあ、あんまり知らんのだけど実は中国人なんですよええー、そうな中国人めっちゃ可愛い人多いよねいいなスタイル超いいよねみんなあ増贈粒子さんお茶せンきゅうみみやびっていうものからこれってまさみやび さお茶せんきゅー大食いしてますかさっき大食いしてた海外行けないのが残念だよねそれウームやめて新しい事務所になって一緒に海外の子頑張ろうねって言っとったのにちょうどね海外行けなくなっちゃったまあこんなこともあるよだから今さ今もまあまあこ忙しいじゃん,こん でやり今ツイキャスとかインスタライブ YouTube ライブやれとるじゃんでも中国行ってそれが忙しかったらねえねえちゃんツイ,ツイキャスもインスタライブも YouTube ライブもやれてないかもしれんよだから逆に良かったんじゃないかなででしばらくしたらやれるようになるやろだから逆に何でもいいよ 神様さんもイも味方だよ嬉しコロナ出たえそうなんガチの突入者には気をつけてくださいえでも別に電話で話すだけやってよくないなんかやっぱ怖いのかなウェルちゃんかわいいありがとうだからねみんなとこうやってゆっくりお話しできるから嬉しい海外からでもするねライブ海外行っても えちゃんかわいいそうだよベロはかわいいよ電話してるんですかどういうこと電話してないよちょっとイヤホン探したけどイヤホンがなくて電話できんここにロンがいることを忘れないでください皆さんタッチするならまずはダンテ君としたらじゃあするとしたらどうしたらいいん急に電話かけたら迷惑じゃん <laughs> ラインッいやあるけどさ ツイキャスさあの画面変えたらさあ切れるじゃんダメじゃん眠い,い,いかもちょっとこのあと私もお風呂入らんとお風呂ノックさんの配信さっきしとった時お風呂入りながらノックさんの配信聞こう「イルカちゃん最近いっぱいライブしてるからめっちゃ嬉しいっちゃそう言ってもらえるのが嬉しいっちゃ! <laughs>」 ゆうかちゃん食べてるのが見てたらおなかすく美味しそうに食べて幸せぞ幸せだよブービー寝てたお寝てたらいかんやないかいにゃん見える見えるあこうやればいいのか今後ろにいめる見えるちゃん メールちゃん。メールちゃん。コネコネしてるのうかちゃん、今日も動画を見たよ。メールお誕生日おめでとう。メールお誕生日おめでとう。もフふもふしたい。うかちゃん、ファンのことすごい覚えてるね。えー、リキチちゃん、当たり前じゃん、そんなの。 ちゃんてか木下優香ちゃんツイキャスやってたんですね最近始めた楽しい麦踏み中まさか優香ちゃんが頻繁にインスタやツイキャスしてくれるとは思わなかった嬉しすぎいや今まではね忙しかったんだよ何にも手伝ってくれい,いやいやこんなこと言ったら愚痴になるないやほんとでも今の事務所になってすごい自分の時間が増えたしやりたいこととかも手伝ってくれるからうんなんか安心感あるし 今まではさ、ちょっと、忙しいし、しかも、えっ、ー、と、なんか自分の遊びのことなんかやってきたらいけんしって思うし。ふみふみかわいい。吉田そりさんと喋ったことありますかえー、どうだっけなんかね、YouTube のなんかイベントであったような気もするけど、勘違いかもしれない。でも、あったかなちょっと、メールやめて。わんちゃん。わんちゃん。わんちゃん。 ランちゃんさっき暴れとったっけ今ちょっと休憩しとるね今も配信できてるからねそうそういうことゆうかちゃんとって今の環境がいいのかなうん肉球でふみふみされたいたまに私の背中でふみふみしてくれるんやけど意外と気持ちいいよマッサージが見えるじゃんよかったねゆうかちゃんの思い通りのことができる順所で はーい。ロンちゃん眠そう。ロンちゃん眠い。メルール。乗っかってるメールが。メルール。やめて。やめて。<laughs> ダメ。ダメ。ダメ。ダメもうすぐ、去性に行きます。 かわいい,いやかわいいんだけどねちょっとこれはねちょっとちょっと意外ちょっとねまたやってるかわいいよね猫ってでもベルちゃん文句言ってる遊べって確かにおもちゃを持ってきたらすぐ引っ掛か,かるようちの猫たちは遊びが好きだから あね、うちの猫の種類がねアメリカンカールっていう耳がこうクリーンってなってるやつなんだけど猫界のピー,パピーターパンって呼ばれるくらい遊びが好きなんよ。 のネイル可愛いからおそろいにしようあじゃあ今度インスタ,インスタあげるねおそろいにしようおそろいにしようツイッターで見せておそろいにしたら嬉しいけ いうか大食いのイメージしかなないいそう大食いしかね脳がないんですでもみんながインスタ楽しいって言ってくれるから最近あてとライブ楽しいって言ってくれてるから最近ライブしてます猫の鳴き間にやってみて で動かす方が好きかもそうなんよ、まあ、地面のが好きだと思うでもまあみんなに見えんよなと思ってジャンプジャンプジャンプこのロンのロンの冷みきった顔である <laughs> ロンのこの冷みきった顔であるロンってマジで達観してるよねー このロンの冷め切った顔であるロンロンロンちゃん無反応大人や <laughs> めっちゃ上手そうだよ上手やろロンちゃんロンちゃんなんでそんなドーナツの中に入ってるのドーナツが好きなのそんなに あのドーナツワンちゃん寝るときって2匹も一緒に寝たりするのかなそれはないんよロンはね寒いロンは毛が短いから私の布団に入ってきてメールは毛が長くて多分暑いからいつも私の布団の上とか私を見下ろせるところで寝てるビスド動画したから動画したから。 アンちゃんとメルちゃん、寝るのどっちが早いえいや、あんまそういうのないの猫ってさ、ね、一瞬寝てい、あ、ちょっと寝て、ちょっと起きて、ちょっと寝てるのに、こういう回復だから、ちょっと分かんないなそれは。なんちゃんうーん、めんどくさいな。なんだよ。見下ろされてるのもかわいい。そう、私は守ってくれたのに、いつも。見下ろして。 今日はついキやすいちょっともうちょっとしたら終わろうかな,なんかあっ仕事があこれなんか今日やることがわからんしみんな何しよっか相談してこんばんは安タさんこんばんは収益化できたまだかな 多分あ分かんないまだいつか優香ちゃんのファンミとか行きたい私もファンミでみんなに会いたい素でいいんだよもうちょい30分え明あした仕事って言っとったじゃんリポー卒4つとかしんどファイティーンファイティーンすごい,いや私大学とか行ってないけ全然そういうの分からん ゆうかちゃんは悩んでへこんだりすることありますかあのね私はなんていうとなんかあん,なんか何かに対して悩むとかじゃなくって結構その気分の浮き沈みが何の理由もなくくるんよ。あのでそういうそれに悩むかな、はあなんで今こんな何でも頑張れのいつも寝てばっかりでもなんか何もしたくないしめんどくさい全てが。 ってななっとる時はちょっとが悩みかなでも今は最近私めっちゃ毎日楽しいから結構悩みないな。だってなんかさ何でもいい方向に考えればいいじゃんさっきも話をしたんだけどポカンちゃんお茶選球私はさその 事務所変わったら今の事務所になったら中国進出とか海外のやつもっとしたいと思ってたんよでも今このコロナが,下が流行っちゃったからそれができないわけよでもそのおかげで今こうやってツイキャスしたりインスタライブしたり YouTube ライブ新しいことが始めれたんよねだっけもう何でも悩みってさやっぱり考え方次第みたいなって思うな私は。 なんかすごく辛いことがあってもあこれはこれを頑張るこれを頑張る、頑張ったのは自分しかいないんだからこの苦労を知ってるのは自分だけなんだからこれを乗り越えられるのは自分だけだそれすごいこれを乗り越える自分すごい、まあ、乗り越えられなかったとしてもこれに頑張った自分すごいって思えられるじゃん。ね。 ポジティブ素敵でもこのポジティブもこの気分が上がってる時は何でもポジティブに考えるんだけどキッチポジティブ気分が下がってる時は何でもポジティブに考えられない悩む時間がもったいないよね、うん、何でもポジティブにポジティブっていうかなんだろうね普通に考えたらいいかなと思うんだけどウィキチちゃん拍手センキュー素敵な考え方よねありがとう 死神をよけた自分すごいあ死神よけたのかすごい優かちゃんのライブ配信見たかったの,見たかったの嬉しいですみっちゃん初見さんありがとうブービードラゴン雨の日頭見たくなるなるそうな私低気圧弱いと結構そう台風の時とかマジであのうわめっちゃ頭痛いなんかすごいやばいやばいみたいな時台風来るあれやばいよねあれ困るよね本当に まあロキソニンとか飲んだら治るかな優香ちゃんの考え方好きよかった低気圧やだよねやだ私も低気圧ずつね元気出ましたありがとうございますイェイ最近も風強いし雨すごいよねポジティブ見習おうありがとうもう私あの34歳34年生きとるからさあの経験し色々な経験をしてそうなったかな スッパちゃんオさセンキュー天気が分かる能力ポジティブー <laughs> 確かにー確かにーだけど天気が分かってあまり得がないような気がする天気予報を見ればいいだけーえっ全然見えないありがとう <laughs> 分かるセンキューという損したずっと神経痛優香ちゃんって雷はダメ うんあんまり音が大きいとうちに来るかなと思って怖いでもそうじゃなければ別に大丈夫でもちょっとそこどっかに落ちないかなっていうのは心配になるけど25くらいかとえ 25? マジで天気ね最近洗濯物乾かないよねうち洗濯物でもあの乾燥までしてくれるやつやけ結構大丈夫 でもいい服はそ,その洗い方しないから困るよねでも部屋着は乾燥機で使う優香ちゃんと年齢いさいさだから親近感34歳かなのんちゃん僕は元気ない時優香ちゃんの動画見れば元気出ますやったーそれだけでご飯が3杯食べられますいいな乾燥機いやめっちゃあれは便利だよ私洗濯あの干すの大嫌いだったんやだからめっちゃいいよ でさ乾かすあの洗濯物たとえのってさテレビとか見ながらできるじゃんで洗濯物干すとさ手も荒れるじゃんすごい嫌だったほんま乾かんね湿気もすごいしね最近いや雨ってほんとちょっとまあね農家さんとかねお米を作ってる人からしたら恵みの雨なんですけどやっぱ雨の時はねお家から出たくないですよねそうですよね 津山市のホルモンうどん食べてる動画見てめっちゃ嬉しかったな家の近くだったし津山市に住んでるのラスタさんお茶選休髪の色が南米のアイスキャンディーみたいでかわいいいやなんかかわいいその表現かわいい南米のアイスキャンディーみたいでしょっていうの農家はかわいやほんとお米には7人の神様集まっとるからね課題やりながら見ようと思ったけど手が止まっちゃうえー、ダメだよ利吉ちゃん課題頑張って 買わない時は最悪ドライヤーわかるあの扇風機とかねあの私さ昔よく中学あの学校に行く時靴下とか乾いてなくったりして「えー、もう靴下乾いてないやん」って言ってめっちゃ急いで洗濯してドライヤーにこう靴下をこう突っ込んで乾かして焦げとった大変だったわかる雨の日出たくないいや傘の荷物が1個増えるだけでさ嫌だよね 今の部屋から花火見えるよわかんない見たことない見たことないから見えないのかな今ので課題参考頑張れる頑張ってねー私応援してるよわかるわかる樹湿器うるさいから静かのの欲しいあうるさいよねわかるわかる私の高校生の時ドライヤーやったでもあれ火事になりそうで危ないよ本当に火事こ焦げとった火事にはならんかったけど ねねああるあるなんだ、ね、これみんなもやってるんだねほっとしたこうやってさドライヤーに靴下突っ込むとさ靴下がさこう風船みたいにボーンって膨らむんだねなんかそれが面白かったそろそろ時間かなうんどうしようかななんか話すことがなかったら終わろうかなと思うけどなんかみんなが話すネタくれたらもうちょっとやろうかなって感じ 最近ドライヤーでシリカゲル温めて復活したえそんなことできるのシリカゲルって水めっちゃ乾かす乾くやつだよね私さシリカゲルの存在を知ったのが「地獄先生ヌーベーっていう漫画でなんかねカッパにクラスメイトがカッパになったんよねあミキちゃんだミキちゃんがカッパになったんよで頭にですごいミキちゃんめっちゃ意地悪で カッパの力を手に入れたもんやけめっちゃ横暴でいろんな人に暴力振るってで誰かが怒ってこのカッパのお皿のところにシリカゲル乗せて皿が割れてあのめでたしになった「<laughs> ヌーベー懐かしい」「懐かしいよねヌーベー」って始まるよね「この世はわからないこう

おいーそれは世代が違うぞ私の頃はアニメのヌーベアドラマのヌーベア見てない今ネットフリックスで見てるものあるあの今あれ見てる刑務所のルールブックっていうやつあの結構面白いよでもなんかギャグちょっとギャグっぽいからまだそんなに続きがめっちゃ気になるってなってないけど面白い。 まあなんかストーリー言ってもなんかドラマ自体がさ演出とかが面白かったりするけどストーリー言ってもそそられないかもしれないんだけどあのねメジャーリーグとかにも行くような野球選手の人が、えっと、ちょっと罪を犯してしまってで刑務所に入れられるんよまあでもその罪もそんなに悪い罪じゃないからあの1年とかなんよね。で裁判裁判次第で1か月とか縮められるかもっていう感じなんやけど。 まあその罪もねなんでかって言ったらその自分の妹のうちに訪ねたら悪いやつが妹をリープしようとしとったんよだからそのレイプした犯人を追いかけてでさいめっちゃあのもみ合いになってであの瓶で頭を殴ってしまって渋滞になったんよでまあでも生徒ボーイじゃんそれってでもちょっと裁判では1年の懲役を食らっちゃってまあ、でそれ刑務所入れられるんやけどあの刑務所にいる人たちみんな野球が好きなんだからああ

監視アメージングアメージングそう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 ,そうで監視の人とか意外といい人かなと思ったら悪いやつだったりして最初めっちゃいい人と思ったんよあ大丈夫あの懲罰房にはあなたはいれませんよ大丈夫です」って言ってその後六600万円くれみたいなですごくその,その人はめっちゃと思ったんやこれちょっとネタバリになるんだけどこの話に引き込まれるあれとして言うねで,でその主人公が 思っってちょっと悩ん,悩んだんよねでちょあのその監修のめっちゃ偉い責任者みたいのが「じゃあ600万円頼むね」って言って「バイバイ」って言ってでもその代わり「あじゃあと電話でさ弁護士に頼めばいいじゃん」って言ってでうーんってなってちょっと席を外したいねその監視の人が。でその後電話したいの主人公が。 あーであーお金払って懲罰防疫を逃れたのかと思ったら次の日の朝主人公を懲罰棒に入れられたんよ。えなんでお金払ったのにあいつ裏切ったんかと思っとったら主人公は実はえー、と刑務所一緒には部屋に入っとる人が若い男の子なんだけど、えー、とすごい何回も何回も刑務所入っとるのよび貧乏で。で今回なんでその罪を犯何の罪を犯したかって言ったらえっ、ー、と。 自分のお母さんが交通事故にあって手術をしないといけないそのお金が払えなくてえっと払えないんだって言ってまあ刑務所入っちゃったからねお金手に入らんかったから悪いことしてるにようと思っとったけどでそれででもまあしょうがないです俺たちは貧乏だからみたいな感じでなっとってそうで,でそので主人公が実は電話したところはその人の病院だったっていう。で もうその瞬間私「主人公!」ってなったらね名前覚えてないんだけどちょっと韓国の人の名前だからね覚えるの時間かかるよね「めっちゃいい人!」ってなったんよで自分は懲罰棒に入れられて「ああ!」ってなった「めっちゃいい人や!」と思って「ああ超いい人!」って思っただみんな面白いと思うよあの刑務所のルールブックでも一番おすすめは「イテウォンクラス」で でも面白いまたこれもおすすめなのが「キングダム」っていう韓国ドラマなんか王朝時代みたいな韓国の王朝時代みたいな結構昔の話なんだけどなんか病気が流行るのでその病気っていうのが人間が死んだ人がゾンビになっちゃう病気なんよねでそのゾンビが普通のこうやって「うー」っていうゾンビと違ってめっちゃ早いと「あ,あー」ってゾンビがゾンビがそれがしかもたくさんあるとであの城とかをこうやって。 みんなでこう攻めてきたりするよでまあちょっと王朝時代その誰が王様になるかとかでゴタゴタ回ってちょっとドロドロしたところもあってでそのゾンビを利用して王様自分は王様になろうとしたりするやつとかいっぱいおったりしてまあそういう感じ「キングダム好きめっちゃ怖いじゃん「イドリアン早いゾンビ怖すぎ」いやめっちゃ怖いよあれめっちゃ怖いっけガー,ーンってん。 経営といえばグリーンマイルザロックあーグリーンマイル面白いよね。英語の勉強に洋画見たいんだけどおすすめあるえちょっとあ英語の勉強にかそれはさあれじゃないからベアベアーズがいいんじゃないかなアニメ面白いよ一番なんかアニメって多分聞き取りやすい話になると思う聞き取りやすいと思うよだから面白い。 パッパ,ッパラララパッ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 パラララ行こうよあ日本語しか覚えていなかった <laughs> でもちょっと私覚えてよ「w a t c h p っていうビアビアーズビアビアーズどこで見れる今ネットリックスで見れるねああでも英語で見れなかったんやっけあれってあ英語で見れんかったかもじゃあダメやそうや違う YouTube とかで見たんや私一番最初に見たのは飛行機の アニメでベアベアズ見たんやけどその時英語で喋っとったけどなんとなく意味分かったんやねアニメやからそう「パンダはうかに恋してる」もう見てるじゃん私の声優見てくれたみんな見てね声優やったよねそうなんよみんな見てとと,とごめん名前待たせちゃったトークライミーやったっけ今のゆうかちゃんゾンビの顔怖っ パンダは確かにそうなんよ楽しかっためっちゃ好きなアニメだったからそれを声優できて幸せだったトークでいいですあごめんごめんごめんじゃあトークって呼ぶねオッケーごめんねちゃんと読めなくて「夏に再会」え何が何が「テッドで勉強したら口悪くなっちゃう」うんそうだねなんか悪い言葉ばかり覚えそう なんかあの多分なんか英語もさ結構なまりとかがあるらしくてなんか多分しゃべり人聞く人によってはちょっと大変だと思うからちょっと難しいよ、ね、アニメがやっぱ一番いいんじゃないかなとか思ったりするなんか正しそうじゃんあれそれかめっちゃかっこいいと思った人の俳優さんめっちゃかっこいいと思ったらその人の映画見るとかかな いつもはシンプソンズ見てるあーいいと思うそういうのがいいと思うあのんちゃんお茶サンキュー子供たちが優香ちゃん大好きですわーのんままの子供たちヤッホーのんままちゃんのんままの子供たち優香ちゃん声優いいと思うんだけどなほんとんだっけ一の呼吸 えー、かん滅の刃見てないからかんないならじゃゃ言うなよっていう月に変わっておしょきょメールがめっちゃ見たアフレコしてどうやって台本はどこにあるアニメ確かに聞き取りやすいし簡単ありがとうあだからさっきの言ってたけどシンプソンズがいいんじゃない確かネットフリックスでベアウェイズやっとるんだけど英語の注目英語の吹き替えがなかった気がする だから好きな映画を何回も見るとかねマドレーヌちゃんやッほー,やっほーもうすぐ0時かあもうすぐ1時か今日もみんなとお話みんなと会えてよかったもらった役のアフレコいやもう台本もないからできないかなうん チャロンが見てるメールが見てるあ初期乾燥機が終わった初期洗浄機が終わった明日学校なんでそろそろ寝ますまた絶対行きます絶対だよこの時間お腹空すくうんすくよねりんごとか食べたらいいんじゃないんちゃんおやすみー 今の話は着物に使わせてもらいます。え、本当ちょっともう一回じゃあ言うよ。じゃあミルキー、もしかして刑務所の刑務所のルールブック見とると。 刑務所のルールブックの重要な人物もさ結構着メロにしてるよねこれをあ寝てるよねあーここにねあ起きたつうかテレビでかいねイェイイェイイェイ優かちゃんのライブ楽しいえ嬉しいそう言ってもらえて 私 m マドラインだよいつも youtube 見てますやっほーいつも見てくれてありがとうあくびかわいいあくびしたあくびしたの、ね、にあくびしたとねえロンちゃん今あくびしたと <laughs> すぐこうやって見えるよねあのロンのねおもちゃを奪ったりするんよ このローンの迷惑そうな顔性格が2人とも違って可愛い刑務所のルールブックマイリストに入れたよオッケー面白いよゆうかちゃんってスーパーとかにお買い物行ったりしますかあんまりしない結構あのネットで買っちゃう楽だって大量に買うけさー ねえ, <laughs> ねえ重たい <laughs> あロンが出てきた「でんでん虫カタツムリ」「でんでん虫虫ロンロン虫虫カタツムリ」「お前の頭はどこにある」「角出せやり出せ頭出せ」 いい匂いがするいい匂いがするいい匂いがするロンちゃん角出せ、槍出せ、あそこ出せ、おい美人だね、そや美人なんだよちょっとメルは可愛いちょっとブチョってした顔しとるんだけどロンまで美人なんですいやー 映ってなかったやめて映ってないからやめていくよこ,この時のロンロン入ロンでロンでロンで。ロン <laughs> 前にスカイピースのじんたんが優香ちゃんのこと褒めてたよえマジでめっちゃ嬉しいんだけどじんたんじんく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 んも超いい子だよねてかスカイピース2人ともいい子だよねマジ超いい子え最近こんなにいい子いるーってほうらいいい子マジでマジであらいい子だね ううかちゃんってたまに福岡帰ったりするのあんまりせんなもう実家がないけ用事があったら帰るけど同窓会とかねあんませんのよねみんな言われてないけかなもちろんコラボ動画見てよありがとう楽しかったコラボめっちゃまたしたい盗むとこんな感じ 兄弟、兄嫁は福岡出身。あ、そうなんや。じゃあ美人そうだね。福岡の人って美人だもんね。ゆうかちゃんあくびこらえてる。バレた。飲み込めあくび耳出した方がタイプ。ほんと留学しよう。ゴルさん、お茶センキュー。いやー、でも私の追加さ、人が増えないなぁ。 ちょっと寂しいな私は正直一人の人とか10人の人でも全然嬉しいは嬉しいんだけどやっぱりたくさんの人に喜んでもらえた方が嬉しいなもっと人は来たわしいなでもツイキャスってラグないからマジいいよね。あんまりコメントに。いやインスタとかさラグがありすぎじゃない喋ったことからめっちゃ遅れて帰ってくる系さ。いやいやいやってなる。 トークがキャッチボールが何がいいんだろうねあ,あんだけラグがあるってトークできないよね YouTube から引っ張ってこれてない何だよ何なんだ一回インスタ挟むからいけないのかねえラグありすぎるそれ人増えたら読んでもらえなくなっちゃう読むよでも今いる人はめっちゃ名前どんどん覚えていくと思う 髪型ちょっとイトインクルアスの磯にったらやっていうか磯ちゃんリスペクトなんだよ磯ちゃんはここ金髪にしてるけど私はまっく一緒だったらよくないじゃんだから赤にした <laughs> 寝ようと思ったけど優香ちゃんのツイキャスが気になって寝れない本当寝落ちしよう寝落ちやっぱ寝ようって思ったら寝れんじゃんなんか適当にこうやって聞いたったりする方が寝れるよね みんなが寝る時間がついちゃてそれ寝落ちするもんねこんにちは邪悪なる鼻くそですおい鼻くそとか言わせるんじゃない私にあらほうに言わせるんじゃない結婚できなくなるじゃないかゆかちゃんとお話しできるからこのくらいがいいまあそういう意見もあるよねそういう気持ちもわかる やったー名前覚えてもらいたいあだななちゃんあだななちゃんはなんかもうアイコン結構覚えとるっちゃね見覚えがすごくあるアイコンあだななちゃんペコーズ明日美容院行くつもりえ行かんよ昨日行ったんやもん Y のアイコン可愛くねえ可愛いいこういうなっとるじゃん親指が 30超えたら下ネタにも挑戦だやだまったり好きよかった嬉しい嬉しい嬉しいとか言ってくれて嬉しい同じくアイコン覚えてほしいえっスッパちゃんスッパスッパさんのアイコンめっちゃ覚えてるよラスター俺も優香ちゃんに覚えてもらおうラスターあ人差し指なんそうなん これ人差し指あったの自分で描いたのこれかわいいねゴールさんこれゴールさん <laughs> あれお,お風呂入る後あつみ自分が行くんですああそう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 あつみ美容院に行くのどんなことするの髪型着るの髪染めるの ふゆちえん、冬、ええ、ちゃんもめっちゃ覚えとるって私も覚えてって当たり前じゃんしかもツイッターとかでもコメントしてくれる人はめっちゃ覚えるよねアイコンで覚えてるのねうんそうなん頭悪いけあのなんかあのね私ね頭悪いっていうか意識するしたら悪い悪いんよだからあこの言葉覚えようとかなったらすごく覚えられるのよねでもなんかパッと見れたら 脳は勝手に覚えてくれるんよねだからなんか潜在的能力は多分自分で言うのもなんだけど多分高いのよなんか多分感覚で何かやるのが得意なんよねでもなんか意識してた途端ダメになる脳がうまく使えてないのんちゃん覚えてくれてるから嬉しいのんちゃんのアイコンめっちゃなんか印象的可愛い,い擦り込みそれもう10年近く自分でカットしてるすごい あくびは今見てる視聴者さんは許してるから思いっきりしてツイッターアカウント書いちゃったからアイコンも書いちゃったんよねうんそうなのみずほちゃんは変わったよねアイコンがだけ違うみずほちゃんかと思った最初あに今お風呂から出ましたお風呂お帰りあスタたくんおラスタくんでいいのかなラスタくんお茶センキュー銀あるかな ないかなかわいいとかありがちすぎる優香さまかわいいよかわいいよ <laughs> <laughs> はうふ花あぶきれい。 ナスタ君でお願いいします出いいるやんけ関西の人から違うのかなアイコンとか名前を変えようと思うけど分からなくなっちゃうのが怖くて変えられないうーんうーんまあでも売り吉ちゃんは結構名前が印象的だから変えても分かる気がする優香ちゃんの顔めっちゃちっちゃいよねいやそんなことないよ 顔が大きくてだだったんだけどな肉が落ちたのかななんかさ肉若い頃って一番顔でかいよね 10, 10代20代らへんって張り、まあ、があるんだよね筋肉とかもついてるしでさ年取るとさ衰えるじゃん自然と顔ちっちゃくなるよね私も <laughs> 人差し指ぐらい小さいでいい ゆうかちゃん今日も来たよまゆみおろちゃんやっほーほんとゆうかちゃん好きなんです私も顔が大きくて有名そういや大きかったんだってほんとこう笑ったりしたらマジでほっぺとかもっこりしてなんかめっちゃアンパンマンみたいだった水分量かもねもうんうかもねうんうんうん ゆかちゃんに読んでもらって「死ぬ死なないで」「パンパンマン」うん「たこ焼き」なんか手の手の手でなんかしようかと思ったけどできんかった。 めっちゃ肌が綺麗ですよねいやそれもね肌はまあ別に綺麗ではないよでも綺麗ではないんだけど昔よりは綺麗になったこれも年あのね一番荒れてたのは10代とか20代の頃だったあの落ち着いてくるとニキビとかあんまりできんことになるんよでもその分シミとかはできてるよ指も綺麗ありがとうたこ焼きってやるの懐かしい これもだから優香ちゃんは肌めっちゃ綺麗だよってこれは年マジでニキビ跡まあ今はできるんだけどね全然ニキビ跡がさこういっぱい残るけどさニキビできると私絶対ニキビ潰すんよダメって言われとるけど私の場合はよ潰さんとなんかしこりみたいのが残って一生そこにニキビが残ったりするんよだから潰していつもその、まあとに残るけどあといつか消えるじゃん だからもう私は毎回潰してるんよねだからそれがあとめっちゃいっぱいできて一時期めっちゃ汚かったでも私はね皮膚科に行ったら一番治ったななんかさ要はあるじゃんニキビに効くさ美容液とか普通に売っとるやつあれ,あれをめっちゃ使いまくっていろんなの使いまくったけど全然効かなかった皮膚科が一番効いたね潰すの趣味だった趣味はダメ も潰すさいや治らんよね治り絶対早いよね潰した方がなんかさでニキビ残っとるじゃんでそれが紫外線に当たって潰さんでさ置いとったら紫外線に当たってシミになったりするもんだから早急に治したいなっていう最近はねあ,のあれしてるな韓国とかでよくあるニキビパッチ潰してニキビパッチとか塗ってるあののせ,のせてる貼ってる 顔交換したらずっと綺麗やでマジでちょっと紹介してじゃあおじさん <laughs> ゆうかちゃん今き基礎化粧品何使ってるパーポーラの BA っていうやつ年取って肌綺麗なのは逆にすごいいやいや年取った方が本当肌綺麗になるよマジで多分あでもあれだねだ言うても私さ外出らんじゃん紫外線が一番肌に悪いんよねで 年を取ってこう肌が落ち着いた時に紫外線とかに当たってないあの普段の,あのお肌のお手入れを頑張ってるとまあきかなとか思ったりする今フィルター使ってるあ使ってまーすちょっと切ってみるじゃんえやだ怖いいいやちょっといやダメ暗いもんやだ絶対やだ絶対やだ YouTube ライバーで 使ってないマジ YouTube ライブもうちょっと盛れるようにしてほしいやる気なくすんやけどポーラ君ありがとういやでもほんと自分にあまり使った方がいいと思うよ乙女心かわいいでしょジャ,ジャムさんに声かけてみるわつぶあんはこしあんどっちがええのつぶあん絶対つぶあんえマジでジャムさんと試合とか超すごいんだけどあのジャムさんだよねだってあれだよねあの家に バタコっていうなんか女がいるジャムおじさんでしょえ、ちょっと、気になったんだけど、なんだけど。ジャムおじさんとバタコさんの関係は何。あ、二人何、できてるの?。すごい気になるんだけど。なんか。チーズ可愛いよね。チーズ。でもさ、チーズちょっと気になる。あの、どういう。小屋がさ、あるけど、いつも外に住んどるやん。で。紐結構短いやん。で、あの。 みんなのパン工場から遠いじゃん地図寂しくないんかなと思って夫婦じゃないのバタコメンヘラだから気ついで本当にバタコさんメンヘラだったのえメンヘラであんなすごい肩持ってるのすげえなバタコ <laughs> バタコさんメンヘラってもっとバタコメンヘラはウケる バタコさんミヘラだったんかなんがあったんかなじゃあこれ結構リスカとかしてる感じかなあ見えてバタコさんダメだ,だよちょっとパンは健康な人がつしか作れないよアンパンマンに投げつけてるからよく病んでるえマジでかわいそうなんだけどあれ本当は嫌なんだじゃあバタコ そうだよねそのためにアンパンマンの首がもげるもんねいやさちょっと言わんかもしれんなーちょっとわかるわ首もぎたくないもんいくら新しい顔になるからといってそのくもげた首はさどうなるのって感じだし怖いよねタッパタコさんかわいそうえー、ジャムのパワハラじゃんじゃあジャムマジやべえじゃんジャムサイコパスかよ じゃあもじさんとバタコさんは他人で恋人しなくて2人は妖精らしいよ清い心バタコは金もらって顔投げてるあそうなんだお金と引き換えなんだあじゃあまあお金ってやむよねお金のためにこれやるのってちょっとやむ、ま、やむよねわいそのうち柳瀬拓司に殺されると思うのあじゃあちょっとダメだよヤナ瀬さんちょっと痩せた悲しい姿にちょっと怒られるよ暴露暴露ダメダメ ノーバクロ「痩せた悲しい」って書いとったら「やな,なせたかし」って「痩せた悲しい」って見えるんだよね。「痩せた悲しい」って書いとったら「やなせたかし」って読めるじゃあもうじさんとバタコってだいぶ年離れてるように見えるけど夫婦なのいや妖精らしい妖精らしいアンパンマンのダークな部分見せないで本当だだ愛と希望え、愛と 勇気だけが友達さんなんだよあんあんあ,あのあの歌詞めっちゃしの気持ちまってるらしいよいやでも確かにすごい深い歌詞なんだよねでもあれを最初に書いた時に関係者の人から「いやいやいや子供のアニメでこの歌詞はちょっと重いてー」って言われたんやけど柳か隆さんは「あの歌詞がいい」って言ってあの感じになったすごいよねあいと 勇気だけが友達さあんあんあんパンマン優しい君はいけみんなの夢守るためそぶえたいちさんやほう初見ですチーズを背中に着ついてるうっそリラックマじゃん。 ロンたジャムも妖精なんジャムも妖精やろチーズも妖精だし世代を超えてずっと子供のヒーローってすごい前も妖精やでマジかマジかかわい,い子本当にかわいい子 愛してる大好きだよロンずっと一緒にいようね自分は祖父江大使と申しますよろしくお願いしますよろしくゆっくりしていってねいやそろそろ終わるけど <laughs> あやばいやばい1時間超えとったみんなと喋るのが楽しすぎてタレント猫デビュー妖精やからフリック入力結構疲れぬね,ね,ねゴルさんめっちゃおもろいんやけど <laughs> 関西関西の人なんかな関西の人ってほんと面白く聞こえるよね全部赤ちゃんマン男なんだあれ男でしょう多分ゆうかちゃんその中かだ気をつけてでも結構これ胸元はあれらしいはいじゃあ皆さん 今日もすごく楽しかったです1時間7分もやってるのでそろそろ終わろうかなと思います私はこれからお風呂に入って寝ますそして明日たえあした一応撮影してその後会議の撮影してその後なんかお仕事でお,そお外に行くんだけどそういう予定です3点しておきますねありがとうサブエくん スーパーパお世話センキューラスタスくんお茶センキューブービーバイバーイ今日もありがとうバイバーイゴールさんパン工場戻るわああ頑張ってマジ、まあ、ブラックっぽいよねパン工場ってあミルちゃんも言ってるよウリキチちゃんお茶センキュー冬ちゃんお茶冬ちゃんバイバーイのんちゃん優カちゃんおやすみーおやすみーゴールさん何者いやゴールさん何者だろうね いやちょっとややなせたかしさんに命いのに眠られてるらしいからねもしかして YouTube やってますかえ YouTube が一応本業というかなんというか YouTube やっております大食いを YouTube ではご飯をたくさん食べる動画を流しておりますので YouTube と Twitter とインスタとフォローよろしくお願いいたしますとても喜びます木下優香が木下優香でございますあっちゃんさんたくさん読んでくれてありがとうおやすみー ゴロさんありがとういや、ゴロさん、あの、パン工場の人にフォローしてもらえたからめっちゃ嬉しいわ。あちゃさん、お茶せんきゅロンちゃん、すごいところに。えあ、ほんとだかわいすぎる <laughs> かわいすぎるゆかちゃん、おやすみなさい。マドレーヌ、ラスター、水、ホー、スーパー、あちゃ、冬に、うん、ゴールさん、テレビは一緒。え、ほんとこれ、うにこで買ったんだけど。あだ名な、きなこ。